橋本徹さんのメッカの敵は山本太郎さんのようですが、日本の経済の癌は山本太郎だと言ってました。山本太郎は経済成長を否定する、脱成長論者だ。この日本の経済的な停滞がその癌になってるのが山本太郎だって、よっぽど怖いんですね。よっぽど怖いんですよ。そこまで過大に評価をしてくださっている方というのも、ひょっとしたら。です。時間がないので端的に言います。おととい、橋本徹さんの野村不動産ソリューションズの60分の講演、いわゆる220万円講演料が発生する講演を聞きました。そしたら、コロナ禍での経済政策についてのテーマだったんですが、日本の経済の癌は山本太郎だと、言ってました。まあ、経済の例え方として血流を移してそこに目詰まりがあると、それが山本太郎を撮って、写真を山本太郎さんの写して、あと大石明子だというのをおっしゃって、さらに講演の最後でも山本太郎は経済成長を否定する、脱成長論者だっていう全く事実と反することを言っておっしゃってました。ちなみに講演、60分の講演で顔写真入りで名前入りで批判されたのは山本太郎さんお一人で、橋本徹さんのメッカの敵は山本太郎さんのようですが、ご感想をお伺いできればと思います。まあ、気にしていただいてるっていうかね、この日本の経済的な停滞が、その癌になってるのが山本太郎だって、聞いたこともないような話ですね。もうグリムを超えるサッカーになるんじゃないですか。もう童話とか漫画の世界ですね、はっきり言ったら。素晴らしいですね、本当にね。でも非常に、なんだろう、ある意味で、私たち700人の中で5人しかいないんですよ。国会議員700人いて5人しかいない。そのような小さな政党を狙う位置をして、攻撃を続ける。しかも別にテレビに出てるとかっていう状況の時じゃなくて、自分が呼ばれたいろんな講演会でそういうことを流布し続けるっていうのは、よっぽど怖いんですね。よっぽど怖いんですよ。何が怖いかって言ったら、この国には財源があるっていう事実、それによって人々の生活を底上げして社会にお金を回し、日本の経済を立て直し、で人間の尊厳を守れるような社会を実際には国が本気になれれば作れるんだよっていう事実、そしてもう一つ怖いものは何か、実際に政治を、この国を動かすのはこの国に生きる最高権力者の皆さんであると、その皆さんの力を合わせれば国会に自分たちの代弁者を確かに作り出すことができる、大企業、宗教、いろんな労働組合、そういうような力を借りなくても、市民の力でたった畑から3ヶ月で2議席を獲得し、2年の間に5議席になってしまうってことも可能になった。これ一番怖いんですよ、権力側にとって。ある意味でそういった資本の手先と呼ばれるような者たちはこの状況を非常に嫌がってると思います。そこまで過大に評価をしてくださっている方というのも、ひょっとしたら資本の手先かもしれませんね。それだけです。ありがとうございます。ただ経団連の中心にいるような執行部たちがあまりにも腐りすぎてないかって話なんですよ。消費税 10% にしろなんていう労働組合あるかよ、うん、何のための労働組合だよって話ですよ。喧嘩上等ですよ。何年苦しんだらその苦しみから解放されんだって話ですよ。希望を見せてくれってことですよ。それを見せられるのが政治だろって。与党側で見せられたこの地獄みたいな景色を変えられる、一緒にやろうって、万年野党でいるつもりかって話ですよ。今いる偉い人たち、偉いのかどうか分かりませんけど、偉そうにしてる人たちですね、
なんだよ、よく聞こえねえなみたいなこと言ってる人ですね。知ってるかお前、朝日知ってるかお前みたいな、 どちらさんですかって、何様ですか一体って、右大臣様だよみたいなこと言い出してですけどね。はい、すいません、まあ、誰のモノマネかちょっと今下手くそだったんで分かりづらかったかもしれませんけども、すいませんね、この国の主役はあなたってことですよ。それをコントロールできるの皆さん、この国はコントロールできるってことに気づいていない、もしくは放棄しちゃった方々多数、国政選挙で6割近く、投票率6割いかない、4割以上の人たちが投票を捨ててる。で、一方で諦めない人たちがいる。どういった人たちか。政治を使えば自分たちもっと儲けることができる、自分たちもっと得することができるってことを分かっている人間、企業側ですよ、大企業側、組織票と企業献金で自分たちの代理人を多数派に議会の中でしてしまえば、大減税はしてもらえるわ、そして人を安く雇えるような長時間労働しても問題ないような形にしたりとか、おまけに外国人労働者も大量に呼び込めるような状態まで作っちゃうっていうね、これ損ですよ、みんなの首が絞まってんですよってことですよ。どうしてこんなことになるかって、しっかりと政治をコントロールするってことを、緩くみんなでつながればこれコントロール権取り戻せんです。今自民党に投票されている方々、全有権者のうちの3割程度、3割でコントロールできるんですよ。4割の諦めた人たちが横に緩くつながれば消費税ゼロなんてできますよ、当然じゃないですか。それが民主主義なんでしょ。ネットの中で何言ってても無理ですよ、はっきり言って。シェアすることはできる、拡散することはできる、でもそれで止まる。興味だって、ネットって自分の興味のある範囲しか見れないじゃないですか。でネットでこうやって配信してくださる方、非常にありがたいですけれども、逆に言ったらその向こうで見てる人たちを縛りつけることになるんですよ。これから多分選挙近づいてきて、いろんな方々が生配信とかしてくださると思うんですけど、私はその時間があるんだったら横に広げる努力をしていただきたい。その方が私たちのためになる、そう思ってます。今週は、今週入ってから何人の人にシェアできた、実際に人と会って横に広げられた。じゃあ一緒にやりたいと思うこと、この人に注目してみたいと思うっていう了解を何人に取れた。先週は、先々週は、先月は、今年入ってからは、去年1年ではっていうステップバイステップ以外できないんですよ。逆に自民党やってますよ、ずっと。公明党もずっとやってますよ。そういう地道なステップバイステップがなかったら、いきなり変わることなんて無理ですよ。ちゃんと努力してんですね。だから組織票とか企業献金して、なんとか利益誘導しようと思って、企業側頑張って、長時間労働でも問題なくなる、残業代、これ自体がもう概念としてなくすようなこともどんどん決まってきてるじゃないですか。あなたよりも安い労働者海外から大量に入れるってことも入管法の改正でこの先可能になったじゃないですか。自分たちの支援者のために一生懸命仕事してんですよ、偉いですね。だけどそっちじゃなくてこっち見てくれへんかなって話なんですよ。じゃあこっちを向かせるのは誰の仕事かって言ったら、一人一人の仕事でしかないんですよ。声も聞こえない、もちろん声なき声をすくい上げる、それを聞く、実行するっていうことはやる必要があるし、私はそれをやりたいと思ってます、票にならなくても。でもそういうことじゃなくて、普段どれだけ自分たちの周りで広げられてるかってこと の集大成が選挙として現れるわけですもんね。いくらネットの中で毎日いろんな展開をしてたとしても、それは見られてる人限られてますよ。何人のリツイートもらいました？1回リツイートするたびに1万リツイートぐらい行きます？行かないですよ。1000リツイート行く？毎回500リツイート行く？行かないですよね。シェアすることは重要、情報を分け合うこと、拡散することは重要、でもその中でしかないんですよ。だとしたらどうなるか、また負けんです。実際にフィールドワークして、人に会って説得してってことをやっている人たち、その裏には金があったり宗教があったり、いろんなものがありますよ、イデオロギーがあったり、つながる理由がある人たちっていうのは確実にフィールドワークやっていってる。でもそんな暇ないじゃないですか、毎日忙しくてギリギリの生活してて、それで政治の話も勘弁してほしいって中で広げていくっていうのは至難の技、至難の技だけどやっていきたいんですよ。やっていった先にコントロールする力取り戻したいんですよ。ここまで振り切れてんですよ。ちょっと待ってくださいね、あれ出してもらおうかな、経団連見せてください。経団連の一覧表、経団連の一覧表、一覧表というよりもこれは、日本経済団体連合会ね、もうその関連企業にお勤める方もいらっしゃると思います。私はその関連企業にお勤める方々をどうのこうの言いたいわけじゃない、ただ
経団連の中心にいるような執行部たちがあまりにも腐りすぎてないかって話なんですよ。おそらく連合も腐ってるでしょうけれども消費税 10% にしろなんていう労働組合あるかよ、うん、何のための労働組合だよって話ですよ。本当言っていきますね、連合のことも。今からはもう仁義なき戦い始まってますよ。はっきり言って喧嘩上等ですよ。それが嫌なんだったら野党一つになれよってことですよ。消費税 5% でまとまって戦わんとこれ変えられないじゃないですか。その圧力をかけるために一人で旗振ってんですよ。でもいいですよ、 RGK が来てからは徹底的にやりますから。今ネットの中で流れてるんです、どうして予算委員会がこれだけ長期間にわたって何ヶ月も開かれていないか、その理由は何なんだっていう質問を広島で受けました。それに対して私はその理由は野党第一党のせいだってことを言いました。だって自民党側と折衝するの野党第一党なんだから。筆頭間協議です、筆頭間協議。それに対してどうしてしっかり突っぱねないのっていう話なんですよ。それだけのこと。私は質問に対して立憲民主党ですよって答えを言ったんです。それに対してどうして野党を叩くんだっていう話なんです。違うよって、立憲民主党の支持者がお尻叩きゃいいじゃないかって、何をゆるゆるやってんだって話ですよ。次で参議院にねじれ作るっていう気迫がないんやったらどうして政治やってんですかって話ですよ。いつやるんですかって。今次の選挙はその次の選挙のための地固めなんですって言いかけにしてくれますかですよ。何年苦しんだらその苦しみから解放されんだって話ですよ。希望を見せてくれってことですよ。それを見せられるのが政治だろって。与党側で見せられたこの地獄みたいな景色を変えられる、一緒にやろうって、変えてみせるって、私たちがやればこんなに生活が良くなるよっていう旗を振ってみんなに希望を持たせて、それで一緒に力を集めて変えていくっていうのが野党の仕事だろうって、万年野党でいるつもりかって話ですよ。すいませんね、大きな声を出してしまってすいません。おそらくね、 DV 被害に遭われてる方とか大きな声聞くだけでも本当にもうしんどい思いされる方もいらっしゃると思うんですけど、どうしても熱が入ってしまって大きな声になってしまいました。じゃあもう一回戻りたいと思います。なんでここまで話が伸びどんどんでかなったんやろうと思ったら、そうです、思い出しました。途中に連合が挟まって、その最初に来たのが経団連でございました。